おはようございます。一ノ瀬はじめです。おはようございます。やっと飲み会全部こなしました。今日は一日ゆっくりしたいね、できるといいね。うん、それではお茶いただきます。はい、どうぞ。 Google 今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温16度、最低気温9度で晴れ時々曇りでしょう。現在気温13度、晴れです。なんか一気に寒くなったね。うん、寒いな。昨日の夜も寒かった。そう風が強いんだけど。ほんとすごかった。へー、朝のランニングで。うん、朝もか、もうそれくわ。ほんと。うん、ただ寒いわ。はい、今日も娘がトワイライトでお弁当なので、僕の朝ごはんもお弁当飯じゃんと。またかって。ウインナーもあるよ。ね、いいよね。いただきます。はいはい。外出てきたらめっちゃいい天気。昨日は打って変わってね、青い空が見えてます。ただね、風が冷たいわ。唯一の、いいところは日差しがなんとかあったかいっていうぐらいかな。しかし昨日の夜からほんと寒い。それではお仕事行ってきます。はい、午前中のお仕事終わりました。母ちゃんが歯医者行った帰りに、なんだこれ、ポテサラのお惣菜買ってきてくれました。なんか妙に美味しそうだよ。うん、それではいただきます。はい、はい、ランチのメインは母ちゃんがエビピラフ作ってくれました。美味しそうだね。ただフライパンでやったし、うん、チキンじゃないもんね。ね、そのまま美味しいね。うん、美味しそう。うん、今日もお仕事終わりましたよ。これすごいね、牛皿の3倍と2倍で5倍盛り。5倍盛り、すげえなこれ。家族全員で1500円の外食ができた、ね、それプラス単体で2倍盛りがあります。すげえなこれ。どんだけ食うんだって話だね。僕の分の牛丼完成。そしてね、僕はこんだけ取ってもまだ半分以上あります。すげえ。すごい、持ち帰りって、しかもご飯いらないでしょっていいね。こんだけ買っても1500円。よかったね。はい、一味唐辛子で味変しました。いただきます。はい、うちだとこの料金で牛丼2杯いただけます。いや、いいね。そして2杯完食したのにまだこれだけ残ってます。あ、幸せが残ってる。ね、あると食いたくない。やばいよ。見てはいけない、これ見てはいけない、うん、ね。おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日は公園からスタート。なぜ公園に朝から来てるかというと、今日はね、バックスペース FM の、受賞式、ミュージックビデオ Wi-Fi5 のミュージックビデオのね、受賞式があって、それがね、東京の、Wi-Fi5 の事務所で、Wi-Fi5 さんが所属している事務所で授賞式が行われるわけですが、そこでね、ライブ配信を依頼されたので、今からね、東京に向かって行きたいと思います。それではバス来たら乗ろうかな。はい、もうじきね、どんこの青波線の駅に着きますが、日曜日のこの時間帯って意外に混んでるんだね。めっちゃ、ちょっと車内、バスの車内険悪なムードになるぐらい混んでた。名古屋でこんなの混むことあるんだ。あんまり普段乗らないからな。何にしてもとりあえず無事に、青波線に乗り換える、名古屋城の、名古屋競馬場の駅に到着しました。それでは名古屋駅に向かいたいと思います。めっちゃ混んでる名古屋駅。やっぱり連休すごいね。はい、銀時計の前に着きましたけど、いつもより人多いな。まあ、東京駅ほどじゃないんだろうけど、もうここにごちゃごちゃいるぐらいだったらさっさと改札くぐって中入っちゃった方がいいかな。はい、品川駅到着しました。本当はね、東京駅の方が近いんですけど、チケットを買い間違えて品川駅下車になりました。それではね、ここからタクシーに乗り換えて移動したいと思います。はい、それではね、品川駅で一旦降りてタクシー探したいと思います。できれば HDMI のケーブル探したかったけど、時間あるかな。はい、 Wi-Fi5 さんの
授賞式、ミュージックビデオの授賞式、はい、はい、終了しました。ライブ配信はね、バックスペース FM のドリキンさんの、チャンネルで流れてますので、またどっかこの辺に載せてきますんでご覧ください。それではオフ会参加します。はい、オフ会の会場到着。それではみんなと合流したいと思います。はい、それではみんなと合流します。お疲れ様です。めっちゃフリッカー出てる。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、25万円分のゲットした和田さんです。カメラじゃなくてレンズではないレンズをいきました。さっきちょっとその話してたんですけど、カメラじゃなくてレンズか。トークの中でトミコレンズの話を一応ね、知っときましたよ、うん、放送の中で、ね、放送の中で、ね、ま、ビールが来てたんですけど、ビールが頼みました。いやもう、まあね、ようやく終わった感じで、で何が大変かって、30本のチェック2時間ですね、最低、うん、いや僕がチェックするわけじゃなくて、それぞれ事務所さんにチェックしてもらって、で何か問題点があればそれを修正のフィードバックしてそこで直してもらうとか、そういうサイクルをずっとやってます。修正多かった、4、5本ぐらいかな。でもなんか提出してからのフィードバックめっちゃ早いですね。すぐめちゃめちゃ早かった。ですね、やっぱり最初の時はまあこんなもんかなみたいな感じで OKOK って言って、途中から本当に真剣になってきっちり見るようになって、これこれっていうのがここまで言うと、この人やっぱり編集のテーマを考えてねえなと思いながらですねでも松尾さん本当によもう夜から何からずっとメール送ってくれて、でそこでここは変えたくないっていうクリエイターさんのですね、わがままにもこんなのあったんですか。すごいな、大変だった。素晴らしい、まあ、ありましたけれども、まあ、まあそういうこだわりをね、皆さん喜いでいいものを作る。いやいやいやすごいですよね、皆さんね、ちゃんと出した、うん、ちゃんと提出して、でみんなが同じものには全然ならなかった、うん、なんでこんな違うのかな、ね、みんなとりあえずね、同じような素材をつないで同じようなところでこう切り替えてっていう風になるかなと思ったけど、意外とみんな違うところ使いましたね。でもあれやっぱ途中でやっぱできたのを出し始めたから、そうあれで同じものにやっちゃいけないっていう風な流れができちゃった。あとちょうど作業し始めたのが全部の期間の中間からスタートした方がいいだろうから、はいはいはい、そしたらなんか違うアイディアで行こうとなって多分なったと思う。そう、まあ、そういうことですね。まあ、ぶっちゃけ僕も他の人が出してなかったから縦で出しました。つけていただきまして、私の方がハードディスクが落ちてこなくて、それを借りて、ヤスさんの松尾さんから、そうです、松尾さんのわざわざ、わざわざ、はい、これが新宿の、西武新宿、西武新宿の駅で、日曜の10時、でマテルさんと2人でね。そうです。でマテルさんの方はハードディスクを渡すんじゃなくて、その場でコピーして。その場でコピー。そうです。されてました。スタバとかそういったこと。あ、そうです。セガ。松尾さんのブログにその写真が載ってます。そうなんだ。でなかなかその転送がうまくいかないんで。終わらないんで、結局2時間ぐらいだったんですかね。3時間僕丸ごとコピーした方が多分早かった。なんだかんだで僕2分ぐらいしかいなかったんです。え、2分？僕逆に受け取ったんですけど、うん、そもそも出かけてること自体が、うん、
何も言わずに、そのほら今回の撮影だと一切ゼロなんだけど、一体どういう関係関係、誰も言わずに奥さんにも何にも喋ってないからちょっと出かけてくるって言って、子供にお風呂入れなきゃいけない直前の時間を10分だけ自転車で爆走して行って受け取ってすぐ帰る。そう、子育てとアイドルミュージックビデオ制作の両立っていう、そう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 、できるもんなんですね、瞬間で。え、これでも終わって、うん、今回の件は話したんですか？話してないです。未だに全く話してないです。すごい。ですね、あのそういう方にも、うん、アイドルグループの女の子のサインが入った T シャツが送られました。深夜にこう夜中真っ暗の中で、夜中の2時ぐらいにずっとアイドルのやりながら、ちょっと奥さんとか起きてきたことがあって、プッて電源をすぐ消して、なんかどう見てもあらあらゆる気分になってた。ここまでなってんです。いや、だからでも急にさ、アイドル今まで全く興味がないのに若い女の子のアイドルとかいじり始めたらさ、うん、どうしたって思われるじゃないですか。いや、僕は説明しましたこれどういうわけですっていう話から、最初は非難合合だったけどあまりに真剣にやってたら途中が何も言わなくなった。そうそう、うん、でもバックスペース FM に行きづらくなるかなと思って、こうあんまりそういうとこなのみたいな。そう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 、バックスペースってそういうとこなのってなる。いや、初めでもこの企画聞いた時、瞬間はちょっとアイドルのミュージックビデオを作るのかなっていうのは、ちょっと初めて第一印象は正直あります。そうそうそう、僕も正直ありました。でもあれですよ、企画を、そうなんだ、企画を応援するっていうだけで参加をしたつもりだったんですけど、こんなガチだと思わなかったで。もね、ピーターさん、よくよく考えてください。これだけ長いこと我々編集をしてましたけど、あれがおじさん4人組の絵面だったら、こんなに長いこと編集をする気に多分なれなかったと思う。そうです、可愛い女の子の顔をずっと見てるから編集が楽しかった。そうですね、ね、いや、まさか自分が、ね、ミュージックビデオ作るとは思わなかったです。できちゃうもんなんですね。でも結構みんな申し込みを始め、ね、そんな申し込まれてなかったですね、すぐには。そう、スパチャが入った。スパチャが入った。僕ですか？マットさんじゃないですか？いやいやいや、もうそこはあの一ノ瀬ボイスでお願いします。ぜひ。今日何になるんですか？考え、ちょっと考えよう。カメラ構え、構えられる。それでは皆さん、編集お疲れ様でした。ですね、今日の掛け声は、いきますよ。Wi-Fi!ファーン！お疲れ様でーす。おかゆさん、ライム賞いただきました。え、おかゆさん、ずるい、嘘書いてる、ずるい、ずるい、ずるい、書いてるの。おかゆさん、見せて、見せて、見せて、これでも、松尾さん書いてる。ラベル剥がすよ。え、じゃあ、大丈夫、僕は書きました。大丈夫、よろしくお願いします。レア、いるのかな。オカリナさんは、オカリナさんいないですね、今日はね。セタロックス、はい、おー、ありがとうございます。さすがでした。何回もありがとうございます。すげー、あれは何だったの？ CD の話、ちょっと一発聞かせてもらっていかんじゃん。あれは何なんだ、あれなんだ。あれはですね、あれはですね、作ったわけではなく、Adobe のサービスであるんですよ、ダウンロードできるんですよ。ミキサモっていう、あ、ミキサモ、ミキサモで、それダウンロードして、まあ、だから誰でもできる。じゃあ、あのアクションとかも、はい、あるものを利用して、はい、テンプレートを使って。そうです。ミキサーもあれですよ、ゲームの現場でも超使ってます。そう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 、僕も使ってます。でもそれであの、ダンスとかも、はい、ダンスのシーンってすごい合ってたじゃないですか。はいはい、たまたま、いや年始とも200回もね、作ってくれて、そう、使ってたんだ。素晴らしかったです。ありがとうございま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 す。ミンさんは
ミサ来てないです。ミサ来てない。じゃあ。ナルソさんじゃなくて、トミコさん。以上ですか。あ、そうです。いや、ちょっと、あと、その推しの方で、違う人を選ぶんだ。ですね。すごい寂しい気持ちで。でも、リンさんって、なんか、サイモンさんをメインに取って。あ、そうです、サイモンさん。そうです、強引な。岡井さんどうするんですか。岡井さん、どうするんですか。岡井さん、どうするんですか。岡井さん、どうするんですか。どうする逆に何ができるんですか。何をするつもりですか。どうしよう、はい、じゃあ次いきます。はい、PR 賞。はい、PR 賞。デイブさんにこれはちょっと渡すのはいかがなのかな。あ、あのいろんな風に悪用はしないいろんな楽しみ方を怪しい。これはいろいろ使えるね。CD は使えなくて、これはいろいろ使える。CD はね、上級者ですもんね。そうそうそう。2枚ないから、ね。そうそう。これ1枚ない。これを使ってどうこうっていう話をチャーリーさんの番組で喋らないことです。喋らないよね。はい、今日ちょっと。あの枕に巻いて寝ます。ああ割と普通です、ね。ああ何をさせようか。でタオルはですね。伊丹幸さんありましたね。なんないですよ。うん。伊丹沼さん。ふうさんもいない。はい。24スタジオさん。おー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 こう全部のエトジョブセンスをとりあえず一回書き出しにして、それを取り込んで、それを見ながらカットテイを作ってで練習しました。ご苦労様でした。ありがとうございます。そして、竹野さん。あ、はい、これでもうライブに行ったらこれで思いますね。じゃあもう早速買わないと。6月29日。ありがとうございます。そしてですね、もう一個マルコさん。はい。あ、お、あ、スウィープ賞。おお、いいなぁ。ファイナルカットユーザーが必要な曲だ。はい、あの今日は私のこれ以上です。なんと皆さん全員は参加者全員には T シャツが行きます。嬉しいなぁ。はい、二次会終了しました。とりあえず会計終わるまでに外で待ってようと思うんですが、誰か待ってるって言ってたけどどこだろう。いた？あ、いた。かっこいい、かっこいい。あそこに今日サッカー行った人がいた。あれは何？父さん、父さん、また新しいカメラ。何これ。何これ。お疲れ様です。お疲れ様です。色が違う。すごいな、動画不自然です。おめでとうございます。父さん、なんで父さんがいる。バックスペーション、おめでとうございます。さっき名称したのに、あれ
でもマネージャーがすぐ返事しないから。先ほどのカラオケの料金4,800円。今日は、はい、今から二次会始まります。二次会なのか三次会なのか。カメラの準備は OK です。カメラの人たちが、ちょっと待って、ちょっと待って。乾杯すら進まない。大丈夫、最初だけですから。これ家族には理解してもらいにくいやつです。我が家はお父さんの前に来てからしか食えない。あ、撮ってからしか食えない。それがあのスカイさんと爽やかに行った時にもうすでに撮れてる。今回功労者のユージさん。え、マジっすか。リーダーシップ。また無茶ぶり。はい、じゃあ、今回の、Wi-Fi 5とバックスペース FM の、ミュージックビデオ、制作イベント成功を乾杯して、乾杯！乾杯！お疲れ様でした！お疲れ様でした！はい、解散になりましたが、本日のレシート、ずらーっと長い。長い。おお。今日はね。結局いくらだったんですか。29,000円くらい。872円。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは解散で。お疲れ様でーす。はい、本日の宿泊のホテルに着きました。ちょっとホテル入る前にちょっと買い物でも、隣にねコンビニがあるんで夜食でも買っていこうと思います。はい、ホテル着きました。どこになるんだろう。104。もう行き過ぎたな。ここだね。来ました。で、カード入れたら、まあ、こんな感じのお部屋。めっちゃ狭い。作業スペース全然ねえわ。というわけで本日の Vlog はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。You'll be